8月のシンデレラナイン。はい、どうもこんにちは、ガロです。8月のシンデレラナインやっていきましょう。ということで、先ほどね、八星の方、公開ありましたね。予告でもね、ありました通り、まあ20時、ちょい前ぐらいかなに来たのかな。うん。で、まあ、見ました。うん、八星ね。で、やはりね、春日コラボの、まあ詳細が来たって感じで、まあその辺のことに関してね、お話ししていこうかなと思います。はい。で、まずね、UR の方ね、来ましたね。で、UR なんと長戸ちゃんでしたね。うん。まあ、去年がね、春日ちゃんだったのに対して、で、今年はね、別のキャラクターの、ということで、という枠で、長戸ちゃんが出てきたというような感じ。はい。で、新カード、覚醒前の新カードの公開があって、で、UR に覚醒後のシーンは、ネタバレになるっていうところで、まあ、公開されなかったですね。うん、初めてですね、このパターン。うん。まあまあまあ、それは、0時からね、開催されるというところで、まあ、そこで、まあ、おのおのね、確認すればいいんじゃないかなって感じですね。うん。で、固有スキルがね、まあ、ミートとホームラン率をね、上げる感じの能力でしたね。はい。打撃モードと書いて、ホーミングモード。うん。まあ、これ原作だとね、その、もう、誰が打ってもホームランになるってやつですね。まあ、それが完全に再現されるなんてことはね、ないので、まあ、明らかに。ないので、まあ、ホームラン率が、まあ、どのぐらい上昇するかわかりませんけどね。うん。まあ、原作だと必ずホームランになるってやつです。うん。まあ、その辺はね、まあ、どうなるかっていう感じですね。はい。で、あと、まあ、UR は長戸ちゃんで、で、あとね、新シーンカード、ミクルちゃんのね、まあ、新しいシーンカードが来て、で、ひまわりがね、まあ、ついているというような感じですね。うん。まあ、こちらは、30連でしたっけ？うん、30連確定なのかな？わかんないですけど。うん。で、シーンカードね、もう太ももが最高です。アップにして見てみましょう。はい。はい、こちら。まあやばいよね。多分ね、一番今回さ、新しく公開されたシーンの中で一番いいよね。うん。まあただね、僕ミクルちゃんにそんなにこう思い入れはないですし、まあこれは引かないかな、別に。うん。まあ太ももは素晴らしいんですけどね。まあ引かないかな。うん。まあ気が向いたら引くかもしれませんけど。うん。まあまあそんな感じでミクルちゃんのシーンカードが出てくるよというような感じで、あとね、去年出た UR の春日ちゃんの、復刻がね、まあ来るというところで、優勝限定で何やらね、いつもよりお得な感じで、お迎えしやすくなるっていうことを言っていたので、まあまあな、天井がね、まあいつもよりもだいぶ低いのかなって感じがしますけどね。うん。まあ少なくとも200連なんてことはないと思うので、まあ天井もしかしたら、まあ、最大で100ぐらいじゃないですか。最大100の、まあマックス、まあ少なくして2桁。うん、2桁のどっかしら。では2桁で天、2桁天井ってなったら、もうめちゃくちゃでかいですよね。うん。まあUR って言ったら普通200が天井なんでね。うん。まあ、なかなかね、どのぐらいね、お得なのかはわかりませんけど、ただ優勝限定なんですよね。課金しないと、ダメだっていう感じですね。うん。はい。で、あともう一つ、鶴屋さんがね、まあ、今回出てくるというようなところで、SSR の新カード。うん。で、あとストーリー上でも出てくるみたいなんですけども、確か鶴屋さんって野球大会でなんか出てきたような気がするんですよね。うん。ちょっと間違ってたらすみません。確かそんな感じだと思った。ちょっと曖昧です。うん。まあ、その鶴屋さんが SSR で、まあ、出てくるというような感じで、で、これもガチャなのかな、確か。うん。まあまあまあ、鶴屋さん、まあ、春日のね、シーンをね、コンプ、したいんであれば、まあ、引くのもいいのかなって感じですけど、まあ、僕は引かないかな。うん。はい。で、あとね、新パックが、まあ、来ますね。で、新パック、新しいシーンが、高梨ちゃんですね。まあ、これはね、クレヨン映でもね、もう前もって公開ありましたけど、うん。まあまあ、新パックでしたね。予想通り。うん。だから、新パックの、僕ね、高梨ちゃんだけ買って、
終わりにしようかなって感じですね。で、あとイベントを、楽しむみたいな、うん、ストーリー見て楽しむみたいな感じで、で、あとね、復刻のね、あの新パック野崎ちゃんも切って、で、あと先発のね、春日ちゃんも新パックとして出てくるんですけど、いやー、既存の UR の春日ちゃんにはまあちょっと使えないですね、うん、まあ使えるんですけど、ただ先発投手なので、まあ投手で使うことっていうのが性能的にちょっとありえないので、まあね、あの記念みたいな感じですよね、これね。うん、まあこれね、二塁手、あのセカンド、としての新カードとしての実装であれば UR の春日ちゃんに使えたんですけどね、まあ先発投手じゃね、どうしようもないので、うん、まあ微妙ですよね。うん、まあ、ただね、春日ちゃんの、まあ、コラボ記念っていうところでは、まあ、いいんじゃないかなって感じ。まあ、本校のね、ユニフォームもね、今回、着てますしね。うん、まあ、いいんじゃないでしょうかというところ。まあ、春日ちゃんの先発、うん、これは、買うかもしれない。1枚ぐらい買うかもしれないですね。うん、まあ、6枚も買わないと思います。うん。もしかしたら来年さ、その UR の春日ちゃんの投手として出てくるかもしれないしね。うん、まあ、その時、UR の投手の、春日ちゃんが出てくれば、まあ、これが使えるんですよね。うん、まあ、リンクとして、まあ、守備適性が春日ちゃんであればね、まあ、使えるんですけどね。ただ現状ね、ちょっと使い道がないかなって感じですね。うん。まあまあまあ、記念として、まあ、1枚だけ買おうかなって感じです。春日ちゃんのは。うん。まあそんな感じでね、まあ0時からね、来ますけど、うん、長戸ちゃんの UR ね、まあ来ますけど、まあ僕は引かないですね、やはりね。うん、まあまあ、来年以降ね、来年以降じゃない、来月以降ね、また本校のね、2週目 UR の続きとかもあったりするかもしれないですし、で、6月は6月でね、5周年かな、5周年がありますし、うん、で、まあね、発火祭とかもありますし、うん、まあとりあえずここは引かないって感じですかね。まあ普通にストーリーだけね、楽しませていただきます。はい、ぜひね、UR 長戸ちゃんだとかね、ゲットしたい方はね、早めにね、引けることをね、祈っております。はい、ということで今日はこんな感じで締めたいと思います。バイバイ。